ルイス・ミゲル・カスティーヨは、ドミニカ共和国、ペラビア・シューバに出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のシンシナティレッツ所属。愛称は、ラピエドラ。2011年12月にサンフランシスコ・ジャイアンツと契約して、プロ入り。2012年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ジャイアンツで、プロデビュー。 19試合に登板して1勝3敗にセーブ、防御率3.31、47奪三振を記録した。2013年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグジャイアンツでプレーし、27試合に登板して0勝1敗20セーブ、防御率0.64、34奪三振を記録した。2014年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレーし、48試合に、 登板して二勝二敗十セーブ、防御率三点零七、六十六奪三振を記録した。二千十四年十二月二十日に、ケイシー・マギーとのトレードで、ケンドリー・フローレスと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。二千十五年は、参加の A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズと、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツでプレイし、二球団合計で三十五試合に登板して六勝六敗、4セーブ。 防御率3.2094奪三振を記録した。2016年は A 級ジュピターと AA 級ジャクソンビルサンズでプレーし、2球団合計で26試合に登板して8勝6敗、防御率2.26103奪三振の成績を残した。7月29日にはコリン・レイ、アンドリュー・キャッシュナー、タイロン・ゲレーロとのトレードで、ジャレット・コザート、カーター・ギャップス、 ジョシュネーラーと共にサンディエゴパドレスへ一旦移籍したが、直後に、例の故障により、カスティーヨは8月1日にそのレアとの再トレードで、マーリンズに復帰した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年1月19日に、ダンスストレイリートのトレードで、オースティン・ブライス。 アイザやホワイトと共にシンシナティレッツへ移籍した。シーズンでは開幕を参加の AA 級ペンサコーラブルーワフーズで迎え、14試合に先発登板して4勝4敗、防御率2.58、81奪三振を記録した。6月23日にメジャー初昇格を果たし、同日のワシントンナショナルズ戦にて先発でメジャーデビュー。そのまま、 先発ローテーション入りし、7月8日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では6.2回を無失点の高騰でメジャー初勝利を挙げた。2018年はシーズン序盤からローテーションに入り、31先発で169回と2、3を投げ、10勝12敗、防御率4.30を記録した。2019年3月19日に3月28日の タイピッツバーグパイレーツとの開幕戦で開幕投手を務めることが発表された。2021年4月1日のカージナルスとの開幕戦で2年ぶり2度目の開幕投手を務めた。平均97.6マイルパーアワーのフォーシームを主体としており、それにチェンジアップ、ツーシーム、スライダーを交える。ありがとうございます。